やる気、元気、玉木、霊感タロットの玉木のズバッと時事ネタトークです。こんにちは。ね、安倍首相とか小池知事が、この2週間で、この2週間の皆さんの行動で、今後がかかってますってね、結構前に言ったなーって思って、その2週間が終わったら、また新たに、これからの2週間で決まりますっていうのがなんかずっとなんか続いて、あれこれ永遠に続く2週間、2週間単位で永遠に続かせされるのこのセリフみたいなことに気づき始めた玉木です。いつ終わんだよ2週間ね。2週間って言わないでもっと長く言うとけばいいのね、あらかじめね。よし、2週間待ったぞってなったのに、またです、みたいな。もうそんならもうあらかじめもう、夏休みまでですとか、言っちゃえばいいのに思い切って、って思った玉木です。まああるんだろうけどね、2週間って言ってる根拠が、もっと長く言うと暴動が起きるとか、なんか何か考えて言ってんだろうと思うけど、それにしても2週間が続くなぁと思ってエンドです。はい、今日のお題は、今後地下はどうなるのか、日本の。はい。ね、リモートワークが結構周りでも浸透し始めてますよね、してますよね。で、お店はみんな閉まっちゃって、かわいそうな感じになってしまって、そして人々は結構気づき始めた。あれ？これ、なんか、コロナが収まっても通勤しなくていいんじゃない？みたいな。まあ、したとしても毎日通勤する必要はなくない？ってなってくると、オフィスってあんな立派で広くて、ちゃんとしたものじゃなくてもいいんじゃない？とかなってきますよね。半分の面積でも良くない？とか。オフィス借りなくてもいいんじゃない？とか。みんなで集まる時だけの会議室があればいいんじゃない？みたいな。ね、そういう考え方にもなんかなってくるような気がするんですよ。で、ね、店舗も、ね、洋服とか、もう実店舗じゃなくてみんなネットになるんじゃない？ネットに対応しないと生き残れないんじゃない？とか、そうすると店舗もいらなくなってくるよね。うん。外食も、もうなんだろう、ゴーストキッチン的な、キッチンさえあって、それをもう配達するなり、持ち帰ってもらうなり、その場で。そういうキッチンさえあればいいんじゃない？客席なくってもいいんじゃない？ってなってくるよね。そうすると、ねえ、外食のお店もなんかなくなってくるのかしら、とか、うん。そうなるとですね、商業地の地価とか、下がりません？下がるよね。オフィスが、うちオフィスいらないって分かったんで、解約しますとか。中小企業とかね、特に。うん。そう。アパレル系の洋服とか、ね、なんか物を売るところも実施店舗持つのはリスクがあるって分かったんで、もうネットだけにしますってなったりしたら、ね、借り手がつかない。うん。地価は下がるんじゃないだろうか。どうなんだろうか。そして、東京に一極集中してる意味っていうのも、リモートワークが広がるとなくなってくるんですよね。会わなくてもいいんじゃない。東京に通勤しなくても仕事ができるってよかったから、ちょっと郊外とか、ね、新幹線で来れるようなところに住んで、まあ、たまに月1とか週1とかで来る程度で、基本田舎に住んで仕事できるじゃないみたいなことになると、東京の都心の住宅地も安くなるんじゃないとか、いろんなことが考えられますよね。うん。ということで、日本の地価が今後どうなっていくのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。ざっくり3つに分けたんですが、これで異論はないでしょうか。最初、東京周辺プラスその他地方都市に分けようと思ったけど、それだと大阪様が
ね、大阪周辺の方が怒るかなと思って、大阪もなんか都になろうとしてませんでしたっけ？ね、大阪も十分立派な大きなでっかい都市なんで、これとこれとその他にしときました。うん、東京周辺の商業地、住宅地、大阪周辺あと地方都市ということで、はい。うん、まあ都市ですね。私が生まれたような、ちょうど田舎、もうなんか田んぼしかないと畑しかないみたいな、そういうところはあんまり考えてないです。ああいうところはもうそもそもなんか0円みたいな ところなんで、あんまりそういうど田舎のことはあんま考えてなくて、うん、一応なんか都会のことを、都会とか都市のね、ことを考えてます。まず東京周辺の商業地はどうなるんでしょう。正も逆も見ます。で、カードの意味も見ます。はい、東京周辺の商業地の地価は、下がるねー。鳳凰の逆。マイナス5。はい。次、住宅地。はい、東京周辺の住宅地の地価はどうなるんでしょう。下がるね。マイナス7。戦車の逆。はい。大阪周辺の商業地。はい。大阪周辺の商業地は、上がるの。結構上がるの、しかも。10。商売の街。運命のは何か一時的にラッキーそうですよ。大阪の方に何が流れるのか。大阪周辺の住宅地。はい、大阪周辺の住宅地。ああ、これも上がるんだ。6。恋人のか。その他地方都市の商業地。はい、その他の地方都市の商業地全般。下がるね。忍者の逆9。はい、地方都市の周りの住宅地。はい、地方都市周辺の住宅地。下がるね、マイナス3。女帝の逆。はい、出揃いましたよ。はい、なぜか大阪に人が流れるっぽいんですけれど、なんでだろう。私にはなんかそれが分析する能力もないんですけど、誰かコメントとかで教えてください。なんで大阪の土地が上がる可能性があるのか。で、東京は軒並み下がるでしょう。やっぱり東京への一極集中が怖いって思って、だから東京、なんだろう、わざわざ大阪を離れて東京にこう集中させなきゃってなってた人たちが大阪に戻るのかな。うん。まだマシかもしれない。集中するのは、ま、ね。って言って、こっちに行くのかな？関西の方に戻るのかな？戻っていくっていう感じ。どうなんだろう。うん。
住宅地も結構下がるんじゃないでしょうか、これから。大丈夫ですか？大丈夫でしょうか、なじゃだ。投資のためにマンションとか土地とか持ってる方大丈夫で、地方都市も厳しいですね。もともと人口減少がねあって、この辺は多分じりじり下がっていたとは思うんですよ。ここだけが謎の上がるみたいな。大阪周辺分けといてよかったね、大阪ね。わかんないもんだね。はい、なぜこうなるのか、ちょっと玉木今ね、頭回らない、あんまり。それを放棄するのって言われるかもしれないけど、皆さんの意見もなんか聞いてみたいなと思って、なんか、東京が下がるのはなんかわかるんだけど、大阪がなんで上がるのかしらっていうのは、教えてほしいな。はい。ちょっと頼ってみよう、たまには。ということで、日本の地価についてでした。はい。では皆さんお体に気をつけてください。ではね、バイバーイ。